はい、よろしくお願いします。あ、どうもこんにちは、元不登校引きこもりなとげ俳人の立花と申します。よく言えた。はい、今回は、はい、人生を取り戻す引きこもりを救いたいというテーマで、壮大だね、はい、自分の体験とか、僕は小学3年からずっと不登校で、まあ、引きこもりだった時期もあったので、その自分の体験を踏まえて、どういうふうに、引きこもりに悩む人が何に直面していて、どうしていけばいいのかっていうのを、段階を踏んで、方法を教えて、そうお話しできたらなと思って、はい、このような機会をいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず、これが人生です、青い線が。はい。で、ある時点から、原因はわからないけど、引きこもり化してしまうわけですね。学校に行くのをやめてしまったり、会社を辞めたり、部屋から出なくなる。で、そしてそれがある時点から脱引きこもり化、もうずっとこう何年間とか引きこもって、で、そこから脱引きこもり過程っていうのに移行すると僕は思っていて、で、そしてもうこの全体の引きこもりの状態っていうのは一種の状態異常のような状態で、そしてこの脱引きこもり過程を得て元っていうか、まあ自分の人生を取り戻しにかかってくる、まあ、っていう。なるほど。まあ人によってはこの脱引きこもり過程に突入しない人もいるわけだからね。ずっとこの引きこもり化のまま行っちゃう人もいるわけだから、この脱の過程を教えてくれるっていうことで、僕はその必ずしも引きこもりになるっていうことが悪いことだと思ってなくて、引きこもりという状態でいることが、その人によっては必要に迫られて引きこもりになる、そのね、大きなストレスにさらされたりとかして、で、そのここにいる人たちというのは、もう一回そのゆっくり休むことが重要だと思っているので、で、ここの引きこもりになり始めた、不登校になり始めた子に向かって、無理やり学校に行かせようとするとか、無理くり会社に通勤しようとするとかってことをやってしまうと、もっと悪化してしまうと思っているので、僕のコンテンツというのはあくまで、このもう引きこもりの時期を過ぎて、でも何とかしたいんだけれども、どうしたらいいかわからない、なんか漠然と、その社会復帰のハードルがすごく高く感じて、自分がどんな何に直面していて、それをどう克服していけばいいのかわからないっていう、もうなんか黒いもやがかかってるような、当時の自分はそうだったので、同じような苦しみを今抱えてる子がいるんじゃないかな。またそういった子本人だけじゃなくて、その親御さんとかにも参考になるんじゃないかなと思って。すごい重要なポイントですね。まあ、例えばこういじめにあってて引きこもってる人なんかは別にこう無理して脱しなくてもいいってことですね。例えば、そうですね、その身の危険を、そう引きこもりになることで身の安全を確保してる、できるならわざわざ抜ける必要もないよっていうのが大前提ですね。そういうことです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。古物市場攻略法。これがその脱引きこもり過程の3つのステップというかフェーズなんですけど、と考えてるとかね。で、まあ、これから説明することはあくまで僕の経験に基づく、僕が思う こういうことに一般化して話すと、こういうことに直面して、こういう、ね、道のりをたどるといいんじゃないかなっていう思うあれであって、その具体的な話で例えば精神病の話がするんですけど、そこで精神科医のお医者さんと言ってること、僕の言ってることが違うときには、必ず精神科医のお医者さんの方、言う方を優先してください。あくまで僕の一意見としてお話しますので、経験談として、そう、はい、で、まず最初に引きこもりとかそういう状態になっちゃった人っていうのは、まず真っ先に考えるべきはこの原因の特定、身体的問題で、人によってはこういう症状を引き起こしていると思うんです。で、それはその脳疲労から抑うつ病であったり、パニック障害、適応障害、PTSD 等症などなど、会社に行こうとすると、会社とか学校に行こうとするともう気分が悪くなってしまう、毎日微熱が出るとか、でそこから自律神経を失調していって朝起きれなくなるとか、でその他あらゆる精神病で、この精神病っていうのはもう脳の機能の問題なので、特定の脳内物質が出ないとか、統合する機能がうまくいかない、でそれがその統合失調症の幻覚につながったりとかなので、まあ、そこはその、精神医学に基づく治療を受けるしかないと僕は思うんですね。もうそれは人によっては薬が必要でしょうし、じゃあでもかといって薬を飲めばいいかって言えばそうでもない。それはそのなんでこういうちょっと PTSD だったり、その なぜ自分がこうなったのかって、うつ病になったそのストレスの大元は何なのかって、会社の上司との人間関係が
のストレスだったのか、学校の、ね、人間関係いじめがストレス原因なのか、それとも家庭の中にあるの親子関係とか家庭の中の問題なのか、でそので原因を特定するのにためにじゃあどうしたらいいんですかっていうことで、まあ、僕の場合はそのジークムント・フロイトっていうその人の、フロイト的な心理学の本、まあ、社会心理学者の加藤泰造さんとかの本とか僕は読んでたんですけど、まあ、要はそういったフロイト的な発想で自分の原因、ストレスの原因をたどる、そのもうおそらく大半の場合っていうのはもう自分の生まれてから最初の親子関係、お母さんとの関係やその、ね、父と母の関係だったり兄弟との関係だったりそういったところまで遡ってですね、全て自分の人生を振り返る、自分という存在を振り返って、なぜそういう状態異常の状に至ってしまったのかという原因を特定するフェーズ。なるほどです。でこれでここにいる人ってのは引きこもることが必要だと思うし、人によっては、うん、さっき言ったようなここで無理して無理やり これらのものを無視して無理やりなんか社会復帰しようとかって思うと、それはもう落とし穴っていうか、よりもっともっと悪化していってしまうと思うので、まずはゆっくり休んででもここの問題としっかり向き合うっていうのが大事だと思うんですね。でその次これらが改善してきて、で今度はじゃあ社会に戻ろうとしてくる、ずっと引きこもりが例えば2年3年4年過ぎちゃって、こうなんかこのままじゃいけない、でも変わりたいけどでもどうしたらいいかわからないとか、こうなんかこう社会に戻るにはこの空白期間があるせいでものすごく高いハードルを超えなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういう漠然とした苦しみみたいなのを抱えている人が次に直面する問題としてこの心理的課題の改善っていうのがあって、ここで何が言いたいかっていうと、ここはあの体の脳の機能の物理的な問題なので、気の持ちようとか考え方とかではどうにもならないですよっていう、もう精神的なことじゃないんだ。そう、それで身体的問題ってなってる。あ、そうなんです、ね、うつ病とかを甘えてんじゃねえなんていうのはもう時代遅れですよね。そのなるほど、これはあのもうそういう気の持ちようとかそういう問題では誰でもなりうることであり、具体的にはセロトニンとかそういう脳内物質が足りてないとか、そういう問題ですので、うん、気の持ちようではないし改善が必要なのに対して、こちらに移行するとここからはもう考え方とか気の持ちようとかそういう、あとはそのなんか知識とか経験とかそういったものによって改善していけるフェーズになる。でここでしっかり休むことによって、こっち の, あの自分の能動的な意思によって人生を改善していけるフェーズに入るというふうに僕は考えていて、でそれがでよく特にこういう問題を抱える人っていうのは、僕もそうだったんですけど、こう人とどうやって上手にコミュニケーションすればいいかわからない、会話とかもこんな見てくれてるとあんま説得力ないかもしれないですけど、あのこう会話とかどうやって会話すればいいかわからない、まあ、こう良い人間関係を築き上げてそれを継続するにはどうしたらいいかわからないとか、そういう対人不安、社会不安であったり、あの、まあ、規則正しい生活ができないとか、あのここ米印って書いてるのは、でも、まあ、人によっては必ずしも規則正しい生活って必要なわけじゃなくて、現代社会はほら稼ぐ手段がいっぱいあるからっていう、まあ、僕は必要なんですけど今こういう環境だから遅刻、ね、すいません遅刻ねあの でそして自己肯定感、自己効力感を高める。自己効力感っていうのはその自分はこのくらいのことを達成することができるだろうっていう自分に対する評価のことを、まあ、セルフエフィカシーとか自己効力感っていうふうに言うんですけど、でまあ、これらっていうのはその、まあ、一つの考え方としては、例えば対人不安のコミュニケーションっていうのは、これは自分の知識と経験とあのトライアンドエラーを繰り返すことによって改善していけることなので、僕も昔はものすごくあの人見知りで人と全然会話できなかった、でも今はそういう不安ってないわけです、人見知りでもないし、そういうふうに自分が変わっていけるっていう成功体験、小さな成功体験を積んでいくことで自己肯定感が高まっていて、それはそのここっていうのはそのゲームとかあのそういうのでいいんですよ、楽器を弾くとか、だからそう、うん、その以前の動画で僕がその不登校の子を抱える親御さんはそのお子さんが熱中できる何かを見つけてほしいというふうに言ったのは、そういうそのゲームとか音楽とかを通して自分を表現することによって、こう自分でも何かができるゲームの中で上手に敵を倒せるとか、そうだから散歩に行けるとか、キャッチボールができるとか、そういう自己その小さな成功体験を積み上げることが、うん、この自己効力感を高めていくことにつながる、まあ、大きな目標じゃなくても、そう最初は小さな目的から、ね、ちっちゃいことでいいと思います、ね、でそれがゆくゆくはあの、うん、で対人この対人不安のコミュニケーション問題っていうのは、これはこれで一本あの私話したいんですけど、うんうん、
まあ、そういったことをやりながら社会不安をなくしていきましょうっていう、そういう心理的課題の改善で、ここのフェーズで重要なのは自分の目的に気づくということが重要だと思ってて、つまり自分は何がしたいのか、自分の人生なんで、こう引きこもりになることを自分は必要としたんだろう、それ意識無意識問わずですよ、なぜ自分はそう思ったのか、この社会にこんな社会に参加するよりも家で一人で引きこもってた方がいいっていう判断が、まあ、自分が気づいてるか気づいてないかにかかわらずあったはずなんです。その目的は何だろう、そして今の自分がなんでこんなに葛藤しているのか、そのね、本当は誰とももう関わりたくなくて部屋にこもってるけど、一方で本当は人と関わりたい、本当は孤独が寂しいから、ね、こうなんか幸せになりたいとか、そういう、まあ、欲望みたいなものがあったりとか、真相、真相、そう自分の目的に気づく、うん、でその上で重要、まあ、僕が役立ったらそのアドラー心理学的な、このフロイト心理学は原因を特定する方にこう意識が向いてる方向なんですけど、あのアドラーはそれに対して原因追求よりかは今現時点での、 あの自分の目的を考えましょうっていう、まあ、そういう、まあ、あの本を読んだり、あのいわゆる自己啓発本とかもここの課題に取り組んでる人にとっては僕は有益だと思ってて、僕自身たくさん読みましたし、そう読んでこうそれでトライアンドエラーをこう繰り返していくと、でそしてでそういったことがこうコミュニケーション不安とか改善されてくると、その次のフェーズに移って、それは幸福の追求、過去必ずしもお金ではないっていう、この幸福の追求というフェーズに入る、はい、うん、これはでそうすると、まあ、あの経済的心理的自立を果たして、いわゆるこれが社会復帰です。で、その社会の中にいながら心理的経済的に自立しながらも、自分のストレスへの適切な対応というものを知って、自分がどれぐらいのストレスを受けているかとか、それに対して上手に対処して、こう無理なく自分がこの世界に存在し続ける術を知るというか、でそれを、そしてそんな中でそういう営みを継続して、で責任感とかをまあ持ちながら、そういったその精神的成熟へとつながっていく、うん、でその精神的成熟っていうのは自己実現から自己超越っていうのにかかってくる。この自己実現っていうのは、あの心理学者のマズローという人が提唱したあの定義でいくと、その自分の何て言うんですかね、自分の身の程を知りながらも自分の可能性を最大化するために前向きなトライができている、前向きに考えられているし、自分のやりたいことと社会に役立つことがこう重なっていて、でそれを日々こう行動することが、あの自分の生きがいにもつながっている。深いね、そういうマズロー。そうそうなんです。あれなんか承認欲求みたいなのあったよね。ありますね。最初はその生理的欲求を満たして、つまり自分のその衣食住とか必要なもの、命をつなぐために必要なものを満たして、その次に、うんうん、安全の追求、確かね、安全を追求して、うんうんうん、でその次に帰属意識の追求というのがあって、うん、自分がどこか集団に所属する、どこかに所属するっていうことを満たされる、うん、どこ覚えてるね、ちょっと間違ってたら恥ずかしいんですよ、うん、でその次にその集団の中で認められるという、自分が認められたいという欲求がなって、うんうん、そして最後に自己実現、うん、それがその自分の可能性を追求し、前向きに追求しながら自分のやりたいことと社会に役立つことが重なっていて、それを日々行動することが自分の生きがいにもつながっている、うん、つながっている、必ずしもお金ではない、ね、そう、その別にその必ずお金を稼いでなくたって、別に、うんうん、例えば生活保護であったとしても、まあ、僕はそれでもいいと思ってる、それはその人の選択の自由ですし、その必ずしもお金を稼いで経済的自立を果たしたことが偉いとか上とか、そういうのはちょっと違うと思ってるね、まあ、幸せの形は人それぞれということで、でそのじゃあ自己実現だけ目指していればいいかって言ったらそうではなくて、自分のことだけでなくて、そこをもっと超えたあの自己超越という、あのまさにあのこの間矢吹会長が動画で話してた、あのおっしゃってたんですけど、そのほら今まではこういろんな、ね、ことやってきたけど、これからはなんか社会とか地域に役立つこともやっていきたいみたいな、はいはい、まあ、そういった活動の中でこういう自分みたいな、人間をこういろいろやってるとか、そういう、まあ、まさにそれはこの自己実現のフェーズから自己超越に至っているっていう、そういうなんじゃないかなって、そう自分のことからこの社会に貢献したいとか、そういうふうになっていく、うんうん、まあ、それで自分も幸せを感じられるっていうね、あ、そうですね、でここにこのフェーズに入ってくると、もう再発しないことが重要、つまりまたうつ病にならないために、うん、またうつ病にならないためにストレスへの適切な対応を知る、うん、その、まあ、こういう状態でならないために、こう再発しないようにこうしながら、
うん、無理なく生きていくというか、うんうん、そしてあなたの、まあね、命を享受してくださいあなたの人生を取り戻して、もうあとはあなたのたった一度の人生どう生きるかはあなたね、そこは自由ですからね。その別に生活保護で別に毎日なんか自分の好きなことだけして生きてたり、それは別にそれはそれでその人の自由であり権利だと思います。まあ、精神が健康であって、そう、うん、柳田さんの動画を見て古物を始めて自由を目指すでもいいですし今目指してる、はい、とかね、まあ、そういう、まあ、やり方とか感じですね。幸せは人それぞれ。古物市場攻略法、まあ、じゃあこれステップをざっとおさらいまとめると、はい、まあ最初が原因の特定で、そう、まあ、これ自分が何かそういう病気であるみたいなことを知らないままっていうパターンもあるわけなので、そうそう、まあ、それを自分で分かった方がいいよっていうフェーズであるっていう、そうですね、ことなのかな。そしてこの病気が顕在化して病気が現れたら、うん、なぜその病気になったのかっていう、うんうん、そのストレスの大元みたいなものをたどるのが、うん、重要。重要で、まあこれ2番目のこの心理的課題の改善っていうところの、まあ社会とか対人関係とかが原因であるっていう、まあそう、パターンもあり得るんで、まあここも見つめていきつつ、これも改善していきましょうっていう。例えばこの対人のコミュニケーションの問題でこれを引き起こした人っていうのは、ここをゆっくり休みながら直しながら、あ、自分の原因はここにあったんだってことを見つける必要がある、うんうん、で改善していくということですね。でもここ1と2を自分で見直しながら、そうで、世の中は結構ここをごっちゃにして、こっちのことをなんか気の持ちようだって言ったりとか、そういうごっちゃにしてる議論が多いから、ここはしっかり分けて、まあ、確かにそう、気の持ちようでなんとかならないものとなんとかなるものをしっかり分けて考えましょうという、そういう、確かに、まあ、僕なんてまだ昭和で止まってるんで、まあ、言われてみれば確かに気の持ちようなのかなとか思いがちだけど、まあ、そうじゃないんだよっていうね。そうです、これ重要でした、ね、すごい。で目的に気づき、うん、そして自分の幸福を追求していくと、うんうん、じゃあこの目的に気づくというところで、自分の幸せが何なのかっていうのを、あ、そうですね、その自分が求めているものは何か知る必要が、まあ、一番いいのかなっていう、そうことですね。それによって、今回のテーマ、人生を取り戻すに至ると、はい、そういうことでございます。これがまあ大きな流れで、この3つの過程を踏みましょう。そう、自分がね、なんでこんなモヤモヤを抱えて、何に直面してるかわからない、うん、何をどうすればしていけばいいかわからないっていうのを、そのとクリアにしたいわけです。なるほど、なるほど。これまあ綺麗に積み上げてきているという状態ですね。で、まあ、はい、じゃあ細かなそのやり方とか、まあね、まあ、方法、テクニックみたいなものは今後教えてもらえるっていう、特にこのコミュニケーションを改善するっていうことに関してお話したいこといっぱいありますし、うんうん、その辺の、まあ、テクニックというか、はい、コミュニケーションの取り方もう、そこはもう結構バッチリできてるんですかね。できるようになった、その、まあ、ちょっと昔と比べて、そうですね、自分ではオープンになってきたって、まあ、昔の自分と比べれば本当に会話ができなかった、ね、人と、あ、特に初対面の人とかもう黙りこくっちゃって、うん、あ、そうなんだ。あのコミュニケーションに悩んでる人って、うん、あなたはがないんですよ。その自分のことをやっぱ気にしちゃってて、うんうんうん、相手に関心がないんです。だからこのコミュニケーションの第一歩っていうのは、うん、相手が、目の前にいる相手が自分とまともにコミュニケーションする気があるかどうかを自分が見抜くっていうのが常にコミュニケーションの第一歩なんです。だからコミュニケーションの第一歩の鍵は常に自分が握ってるんです。自分がコントロールしてるというか。あ、そうなんだ。どの人と会っても、それがどんなに偉い人だろうが、怖い人だろうが、どんな人だろうが、うん、その相手が自分とまともにコミュニケーションを取る気があるかどうかを自分が最初に見抜くっていうのが、そこがまず第一歩にあるっていう。へー。ここからも相手に関心を持って相手を見てるじゃないですか。その自分がどう思われるか思われるかって、こういうんじゃないです。もう相手を見てる、うん、そんな、ここが第一歩になる。だから相手に興味を持って相手に質問できる。で、じゃあここからどうやって話を広げるかっていうのは、それは具体的なテクニックの話だ。なるほど、勉強になりますね。あ、やってます。全く考えたことなかったけど、そういうの、そう、すごい意外と重要なのかもしれない。いや、そう、普通の人にとっても、そう、なので、
今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画をきっかけに、そうですね、一人でも、ね、引きこもりのなんか引きこもりの当事者だったりその親御さんとかが何か参考になれなることがあればいいなと思って喋らせていただきました。はい、なんかまあ質問とかなんか気になることとかあってコメント欄に書いていただければ、はい、読んでまたそれでね回答いたしますし、あ返すんですね、まあ、コメントで返すか、はい、この動画でまたテーマにするかっていうのは、ま、うん、解説していただくその時っていうことですね。はい、ということでありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。